体制完了、スタートしました。さあ先行争いです。やはり行きますか、内からコパノリッキー、コパノリッキー、ケイティブレーンもすっと2番手の位置ですが、モルトベーネ、そしてテイエム迅速マイペース、そしてその後にロンドンタウンです、アオーディ、グレンセントがいて、名将住友、さらにはローズプリンスダム、ゴールドドリームか、フジテイク、三つ葉がいて、ノンコの夢、その後さあサウンドトゥルー、そしてその最高峰から行くキングズガード、1コーナーカーブし終えて、これから2コーナー、1番コパノリッキー先手を奪ってリードは1馬身、2番手13番テイエム迅速つけています、3番手2番のケイティブレイブが追走です、そしてその後6番モルドベーネ、外から7番ロンドンタウン、そしてその後8番グレンセント、11番アオーディがいて、2馬身後方ゼッケン5番をつけました、名将住友中段馬群の内目を進んでいます、結構流れております、さらに外からはローズプリンスダムがじわっと位置を上げようとして、さらにその後方からカフジテイク、名将住友、そして間ゴールドドリーム三つ葉、そしてその後にノンコの夢が外目から内からゼッケン14番をつけました、サウンドトゥルーが追走、最後方10番のキングズガード最後方待機です。さあ各馬がスタートして 1000m1 分2秒ぐらいのペースで通過しています。3コーナーカーブ、コパノリッキーのペースリードが現在4分の3馬身、2番手の位置、これをがっちりマークするようにテイエム迅速がつけております。ケイティブレイブがわずかに2番手か、外からロンドンタウン、手が動いてモルトベーネ、そしてアオーディは現在6、7番手、後位の外目、そしてその内にコースを取っている8番のグレンセントという体勢だ。さあ第4コーナーカーブから直線コースへと向かってまいりました。残り400を通過、直線の攻防だ。先頭はコパノリッキー、コパノリッキーまだ頑張っている、テイエム迅速、テイエム迅速、そして外からケイティブレイブ、さあこの3頭の追い比べか、そしてその後後続集団ゴールドドリームがじわじわとアオーディとともに足を伸ばしてくる、そして後方にいたゼッケン10番のキングズガードなど足を伸ばしてくるが、前の争い、コパノリッキー、コパノリッキー、今度は外から9番のゴールドドリーム、ゴールドドリーム捉え切ってゴールイン、ゴールドドリーム、ライアンムーア13頭枠入り完了、スタートしました。外目ケイティブレイブ、いいスタートを切りました。今日はこれは前に行きそうです。内からは3番オールブラッシュ、2頭の間から並んできます6番のサブノクロヒョウ、先に行くのは3番のオールブラッシュ、サブノクロヒョウ2番手、これに接近はミツバ、ケイティブレイブ、そして1番のアウォーディ、後位に取り付きました。これを見ながらバルダスターレ、そして外に10番アポロケンタッキー、内からやや追い上げる7番のグレンセント、前のグループを見ながら2番のフェスティブイエル、後方少し離れまして8番サウンドトゥルーは後ろから4投目、さらに離れてタマモネイビー、ハーキュリーズ、そしてスパイアと続きます。前の方固まって向こう正面、先手3番オールブラッシュ、逃げてリード1馬身です。2番手6番サブの黒ヒョウ、その内側に1番のアウォーディは3番手、並んできたのは5番のミツバ、2番手集団3頭固まって、これを見ながら9番のバルダッサーレが中段の前、内に並んで7番グレンセント、その後ろに12番のケイティブレイブ、外目追走、そして内側10番アポロケンタッキー、やや鞍上手が動いています。後方に2番フェスティブエル、これに代わって8番のサウンドトゥルーがじわっと押し上げて前を追っていきます。あとは離れましたタマモネイビー、さらに離れて後方からの競馬がハーキュリーズ、そしてスパイアです。3コーナー残り600の標識を通過、先頭は3番オールブラッシュ、並んできたのは5番のミツバ、そして12番のケイティブレイブ、ケイティブレイブとミツバが前に並びかけて4コーナーです。その後ろに7番のグレンセント続いて4コーナーから直線。前は今度は5番のミツバが先頭。並んでくる12番のケイティブレイブ。その内からはアウォーディ。アウォーディも追ってくる。さらに外からサウンドトゥルー突っ込んできた。伸びる、伸びる、伸びる、外からサウンドトゥルー。サウンドトゥルーがケイティブレイブに並んでくる。内の方からはアウォーディ。懸命にミツバとケイティブレイブ。真ん中粘っている。しかし外から8番のサウンドトゥルーが捉え切った。8番サウンドトゥルー先頭でゴールイン、2番手接戦収まりました。スタートしました、ほぼ揃いました。まず芝の上での先行争いです。向こう上面に入ります。まだ固まっていますがベストウォーリアわずかに先頭です。そしてサンライズソア内2番手、そして3番手は固まってチャーリーブレイブ、ゴールデンバローズ、外はインカンテーション、そして11番ラストダンサーです。あとは中段固まりまして、外にはアキトクレッセント、内は3番ロアジャルダン、3コーナーへ向かいます。あとはピオネロ、サンライズノバが馬群の中にいて、あとは外ブラゾンドリスです、内に1番のクイーンズサターン、そして後方からモーニン、さらにはカフジテイク、後方から2投目、最後方に8番のノンコの夢となりました。さあ各馬第3コーナーをカーブしていきます。先頭は12番の
ベストウォーリア、リードが1馬身800を通過、インカンテーションが2番手、3番手、内サンライズソア、外にアキトクレッセント4番手、3、4コーナー中間を通過、あとはチャーリーブレイブ、ブラゾンドリス動いて外を回りまして接近する14番モーニンです。4コーナーへ向かって600メートルを通過、第4コーナーをカーブして今直線コースに向かいます。逃げている12番ベストウォーリア先頭で直線コースに向いて、リードは半馬身ほど、並んできた13番インカンテーションです。400メートル今通過します。あとは内をついている9番サンライズソア、そして追い込み勢はアキトクレッセント、さらには懸命に追い込んでくるのが14番モーニンの体勢。残り300メートル通過しました。インカンテーションが先頭に変わる。200メートル通過した。あとは9番のサンライズソア追い込んでくる、サンライズソア追い込んでくる、さらには7番のアキトクレッセントの体勢ですが、さあインカンテーション、インカンテーション、インカンテーション抜かせない、ゴール、インカンテーションです。2番手9番サンライズソアスタートしました。内から好ダッシュは2番のタマモホルン、一気に馬群から抜け出しました。栗のスター王は中段後ろになっています。2番のタマモホルンが抜け出して先頭、2番手に早くも4番の東ウィルウィン、それから7番のマイネルバサラ、8番のバルダスターレが続いていきますが、バルダスターレが3番手のインコース、2番手に迫って1周目3コーナーのカーブです。3番ナムダアラシが後位の後ろ、それから9番のグランディオーソ、11番オールブラッシュも中段外目になりました。あとは5番のクリノスター王、6番のエンパイアペガサス、外に10番のスリウム、離れて1番のポイントプラスが最後方です。少し縦に長い展開になりました。1周目スタンド前の直線、先頭は2番のタマモホルンです。これを見ながら2番手4番の東ウィルウィン、その差1馬身半、内に8番のバルダッサーレ、外から7番のマイネルバサラ、3番ナムダアラシが続いて、その外に11番オールブラッシュが迫ってきました。1コーナーのカーブ、その後ろに5番のクリノスター王、さらには9番のグランディオーソ続いて、残り線を切りました。前は2コーナーのカーブ、先頭ペースを逃げる2番のタマモホルン、2番手4番東ウィルイン、内側並んで8番のバルダッサーレ、向こう上面に出ていきます。4番手7番マイネルバサラ、それから3番のナムダアラシ、11番のオールブラッシュ、あとは外から上がっていきます。9番グランディオーソ、内に5番のクリノスター王、それから6番のエンパイアペガサス、離れて後方は10番のスリウム、1番のポイントプラス、前は3コーナーのカーブ、おっと一気に前に出たのは7番のマイネルバサラ、マイネルバサラ先頭に変わった。2番手集団が固まっていますが、外から上がってくる11番オールブラッシュ、3番のナムラ嵐、4番の東ウィルイン、今4番手踏ん張れるかどうか、前4頭が後ろ大きく離れました。おっと後方で落馬がありました、ちょっとアクシデントがありました。前は4コーナーのカーブ、先頭7番のマイネルバサラ、2番手内から盛り返した4番の東ウィルインで直線200を切りました。3番手には3番のナムラ嵐、懸命に追っている11番のオールブラッシュ、あとは5番のクリノスターを突き放した7番のマイネルバサラ独走、2番手東ウィルイン、3番手接戦、マイネルバサラ降臨。枠入り完了、スタートしました。真ん中10番クリソライト、内を見て徐々に出てきます。内からは2番アウォーディ、そして7番オールブラッシュ、この辺りが前に行きます。オールブラッシュが花、クリソライトが2番手、アウォーディは徐々に外へ出していきましての3番手、11番ゴールドドリーム4番手、その内側に8番馬の城、さらには4番ミッキーヘネシー並んで、直後に9番名勝ソレイユ、それからこのグループの外目に15番サウンドトゥルーです。内には5番グレイスフルデイズが並んで1コーナー、前を見ながら中段に構えたのが6番アポロケンタッキー、これから2コーナーです。縦長先頭に立っていきますのは7番のオールブラッシュ、リード1馬身、クリソライトが2番手、アウォーディは3番手、先頭まで3馬身ぐらいの位置、その後ろが2馬身ほど空きまして、外からやや追い上げる11番ゴールドドリーム、そのうちに馬の城、その直後1馬身差で4番のミッキーヘネシーで、外目を通る15番のサウンドトゥルー、このグループやや前との差を詰めていきました。続いて9番名勝ソレイユ、動いて6番のアポロケンタッキー前を追っていく、ここまで1段、あとは離れて5番のグレイスフルデイズ、代わって上がっていく12番タマモネイビー、3番ケイティブレイブはその後ろが追い上げて、あとは後方1番メジャースリート、13番サンドプラチナ、後方は離れてプレティオラス、さらにはバーゲンザイル、前は3コーナー、先頭は今度は変わります。外からクリソライト、そしてアウォーディが迫ってくる、内側7番オールブラッシュ、手が動いてやや後退、
後方から追ってくるのは11番ゴールドドリーム、そしてアポロケンタッキー、サウンドトゥルーはその後ろ4コーナーから直線、先頭クリストライト、クリストライトが先頭、外からアウォーディが追ってくる、クリストライトがわずかに先頭、リードは1馬身、アウォーディ懸命に追って2番手、3番手外から追い込んでくるのは3番のケイティブレイブだ、ケイティブレイブが3番手、2番手。